て出発。今日から5日間の間でこちらに書かれている施設3カ所以上回られる予定はないですか？いやー、ここは何ですか？タンチョウ自然公園、自然公園です。動物園博物鶴センターって何ですか？阿寒の道の駅の向かい側にある施設なんですけれども。阿寒か、はい、いや3カ所へ480円、はい、520円のお会計です、はい、こちらが園路の地図になってまして、今ここにいます。建物通り抜けて外に出て左に曲がると観覧通路があります、はい、で団長縄張り意識が強いのでつがいごとに仕切ってまして、それが A から I まであります、はい、I まで行って戻ってくる一本道です、はい、でこの赤いスタンプのおっしゃるところが去年の春に子供が生まれているところです、はい、もうだいぶ大きくて大きさ親と変わらないんですけど、はい、わかりました。はい、取っていいですか？大丈夫です、はい、ありがとうございます。受け取ってまして、どちらからいらしたか。札幌です。札幌です、はい、はい、ありがとうございます。おはようございます。わあ、いるいる。タンチョウの頭はどうして赤いのでしょうか？誰かに塗られたわけない。皮膚の色？皮膚の色かな。皮膚の色だ。大きくなるにつれて赤い色の地肌が出てきます。へえ。撮ってます。こんにちは。あ、あら、かわいい子いるじゃない。ピーピー言ってるよ。あらら、ピーピー言ってフフ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 タンチョウが巣を作る場所はどこでしょう？地面の上。主にヨシという植物を刈り集めて巣を作り、1個から2個の卵を産みます。へえ。タンチョウが起こると頭に変化があります。どうなるでしょう？角は出ないでしょう。大きくなる？大きくなる。怒ったり興奮したりすると赤い部分が大きくなり、後ろの方も引っ張られたようになります。
これメメと一緒だ。鳥はだいたいこう怒ったりするとうーんって膨らむんだよね。タンチョウの尻尾は何色？あら、見てない。何色だろう。見ちゃった。黒だ。あ、白だ。あれ、尻尾じゃないんだ。へー、普段は黒い羽の下に隠れているので見えません。そうなんだ。へえ。タンチョウは夜どんな格好で眠るでしょう。メメは片足立ちで寝てるけど、片足立ちかな？やっぱり鶴もそうなんだ。鳥だもんね。夜は片足で立って眠ります。これは外敵に襲われた時に逃げやすいからと言われています。あ、そうそうそう、昼に寝る時手の上はメメもこうやって寝てるね。タンチョウはアイヌ語で何と呼ぶでしょう。カムイチップ、サロロンカムイ、キムンカムイ、全くわかりません。サロルンカムイ。へえ、サロルンとは湿地に住む。タンチョウの足の指は何本でしょう。3本だったような気がする。あ、4本だ。やっぱ4本なんだ。後ろに小さい指ついてんだ。そうだよね、メメも4本。タンチョウの卵ではないものはどれでしょう。ヒョウ柄でしょう。ほら、ヒョウ柄なんかないでしょ。タンチョウクイズ。タンチョウのオス、メスの違いはどこでしょう。いや、わかんない。頭の色、羽の色、鳴き方かな。やっぱり鳴き方なんだ。ここ。へえ。エク。あら、一人。お一人様ですか？エク。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 おお、おお。鳥もちゃんと飼い主の顔を覚えてるからね、声とか。タンチョウは何を食べるんだろうね。え、虫とかかな。でも冬虫いないし、何食べてんだろうね。エク、こっち行くよ。ついてくる。かわいい。エク、くちくち、ついてくる。ついてきたの。かわいいね、あんた。エッグ。ついてた、ついてた。餌は何を食べるんですか？ペレットってのは。あ、ペレット。おー。私も鳥を飼ってて、あ好きなんで。結構栄養価も高いんで。ペレット、そう、あ、ちょっと大きめのペレットですね。これ自分たちで作って。あ、そうなんですか。
それでここにくちばしを入れて、はい、でつっついて落として食べる。あ、そうなんですね。へえ。くちばし折れてるところもあるんで、折れてるところはこれ食べてできないから、うん、バケツ。あ、なるほど。ありがとうございます。これ飲んでみようかな、うん、ちょっとソビニョンブランはね、どこでも飲みますもん。そうなんだ、うん、あ、本当に、へえ。で、赤はこれにしたんですけど、重いのが好きなんです。はい、これ以上のものはないですよね。はい、あ、アムレンシス、これココのですか。あ、そうです、こちらですね。あの、使ってるものが、はい、あのこの山ぶどう交配品種、あのこのアムレンシスっていうのがもともと十勝ワインの始まりで、あの町内に自生してた山ぶどうから最初ワインを作ってるんですけど、その山ぶどうがアムレンシスアケイっていうものだったんですよね。でもそれに近しいもの、それは自然のものなので、はい、それに近しいものを作ったものになるんですよね。はい、天然ではないんですけど、
それに北海道産のメルロー酒をちょっとこうブレンドしているので、割とこうなので山ぶどうっぽい感じの。それにしてみます。ありがとうございますあんまり買うと思いたい、はい、これぐらいお鍋準備 OK。 これルー2人前入りますか、ね、入ります。あ、じゃあ2人前インディアンルーに。はい、買えた買えた。なんかこれ楽しいね。これ家に持って帰って食べよう。なんかやってる。大新春祭りだって。ハンバーガーを買ってしまった。お昼いっぱい食べたような気がしたんだけど、美味しそうだったこのハンバーガー。うん、あ、あご。うん。このポテトめちゃめちゃ美味しい。これハンバーガー、シフォロ牛だって。美味しそう。うん、美味しい。これはデブの道まっしぐらですね。まもなく料金所です。その先に分岐を右方向、札幌方面です。こんにちは。めいめいを迎えに来ました。めいめい水捨てて。はい、めいめい、めいめい、気づいた。めいめい、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 こ、めいめいこちゃん、お迎え来たよ。お留守番で来たの違いね。めいめい、めいめいこ、めいめいだけや。嬉しい、嬉しいな。めいめい、めいめい、うい、うい、めいめい。甘えん坊じゃなかったです。そうでもないです。大丈夫です。可愛がられてんだね。いいね。やって帰りました。よいしょ、あいよ。甘えん坊耳ですか、耳。お留守番いなかったね、耳。ありがとう、ありがとう。耳子ありがとう。かわいいね、耳。愛してるよ、耳。寂しかったね。寂しかった、寂しかった。よしよし。みみ。みみこさん。ドアップになってます。なーに？ドアップでござんす。よしよし。